クローバーネット TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦、ギャンブル概算、笑って暮らしてイシャザーズ、私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感した様々なゲストの方をお迎えし、貴重なお話を伺いながら参考にしていこうという番組です。この番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。今日も先生どうぞよろしくお願いいたします。で、前回までは今度理論編という形でゲストをお迎えしまして、はい、片山健先生ですけれども、お迎えいたしましてお話し進めてまいりましたが、はい、今日はいよいよ実践編ということになります。はいはいはい、この前の理論編はね、ちょっと僕は混ぜ返したことがあってね、はい、なんだかちょっと一部どうだったかなと思うんですけど、はい、まあ、一言だけ言っておけばね、やっぱりこのヨーロッパ人というのは理論がすごくね、熱いんで、はい、僕らの領域の本だと最初に理論が大体理論というか考え方、はい、考え方が30ページとか50ページとか書いてあるんですよ。日本の本はね、僕ら学術書、考え方とかそういうのをね前に書くとね売れないんですよ。なるほど。もうめんどくさい、ちょっと何やるか教えてくれってね、すぐそうなっちゃってね。まあ日本人とはそういう特性あるんですが、はい、まあ基本とか理論とか基礎っていうのを概念、それをまあしっかり学ぶことも大切なんで、はい、まあ、前の第3回目も非常に有意義だったと思うんですね、はい、しかし今日はね、いよいよ日本人好みの実践編ですからね、はい、だからまあ時間もあることだから、はい、限られてることですから、片山さんにまあ、屁理屈は分かったと、それから効果も分かったと、はい、もう姿勢きちっと整えればっていうのがこれは今度今日なんで、はい、どういうふうにやれば、はい、腰痛や膝の痛みとかそればかりでなく、はい、アトピーやらそういうのもね、かなり、そうそう、はい、改善されると、はい、まあどのくらい改善されるかは人によって違うけど、非常に期待持たれますね、はい、ということで今日も、はいはい、改めましてゲストをご紹介いたします。姿勢研究家で姿勢プラネット姿勢塾代表、一般財団法人姿勢学術協会代表理事の片山健先生です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いよいよ実践編ということで、そうですね、ぜひ、はい、今日はねしっかりとこれまでうんちくをたくさんね語ってきましたので、今日は動きよと。でもですね、もうちょっとお待ちいただきたいのは、そのポイントだけを、はい、その実技のポイントをちょっと先にお話しさせてください、はい、まずねこの4-20条、あ、うんちくが、はい、ちょっとうんちくが先に来たらすいませんね、もうすぐ始まると思ってたねこれ何の4というのはどういう数字かというと、まあ、例えば右手と左手とありますよね。そしたら右手が痛い人、ね、左手は痛くないと。で、左手が痛い人、右手は痛くない。これで2種類になります。あと、右手も左手も痛い。これ3種類。右手も左手も痛くない。4種類。この4種類のパターンがまず僕らにはありますと、感覚としてね。というのがこの4の数字です。で、そういう人たちが、これまで私がお話しさせていただいてきた青信号の方の運動を20種類すると、うん、はい、桃子さん、大体何パターンぐらいできるでしょう。何パターン、はい、これね、私の実際姿勢教室で1時間半ぐらいの間にする回数なんですよ、体操。15から20ぐらいだいたい動く。4の20乗ったらもう億とかなる感じがするけどね。私通常の数学の計算ではない、はい、ということですね、はい、1兆1000億パターンを超える。ああ、はい、ということはですね、全人類の、1000倍ぐらいですか、分かんない、1300倍ぐらいね、はい、60億人だから、はい、だからみんなが同時にやってもみんな同じ違う動きになってみんな改善されるっていう。なるほど。だから全く新しい、今までは何かをやってください、腰痛体操はこれですと、五十肩の体操はこれですと、テキスト通りに、まあ、指導者が教えてみんながそれをやると、そんなことは一切ありません。とにかくあなたが動きたい方向に動いてくださいということで、まず4-20条と。それで第2ルールみたいですけど、赤信号は渡らないでください、つまり動かないでください。で、青信号はどんどん動いてください。で、黄色信号の場合は動いても動かなくてもとりあえずどっちでもいいんだけど、
ひとまず動いて、壊れたらやめてねと。ね、調子が良かったら。まあ赤信号言ってみれば痛い。痛い。辛い。辛い。青信号はまあ快適だ。快適だ。動く。うん。うん、あ、それと、まあストレッチングの話にもありましたけども、柔らかいと硬い方という感覚がしたら、ひとまず柔らかい方を動かしてください。ね。あの実際に縮んでることもあるんですよ。あるんだけども、今この、ポイントのお話の中ではですね、右側を例えばやってみましょうか。実際ちょっと皆さん一緒にやってみましょうか、はい、こうやって持ってこうストレッチがありましたね、はい、でこうやって引っ張った時のここの伸び具合と、うんうん、はい、反対側をぐーっと引っ張った時の伸び具合と、うんうん、どちらかが硬くてどちらかがやばいっていうのはありますか。こっちが硬くてこっちが、あ、私も今一緒です。一緒。一緒。そしたらその柔らかい側だけやってください。今から8秒ね、4回、うん、いいですか、はい、で元の状態がどう変わるかいきますよ、はいはい、ずっと柔らかいと感じた側だけを1、2、3、4、5、6、7、8とこれあと3回やります。はい、はい、柔らかいと感じた側だけ1、2、3、4、5、6、7、8、はい、あと2回、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、できればですね、こうシンメトリックにこうやった方が良かったですね。あ、そう、はい、グッと、1、2、3、4、5、6、7、8、まあそれでもいいです。これで8秒のですね4回、はい、一応やりました。で誤解しないでいただきたいのは、柔らかいと感じた側です、はい、柔らかい側とは言ってないです。そうですね、いいですか、はい、桃子さんや武田先生が柔らかいと感じた側を伸ばしてもらいました、はい、じゃあ硬いと感じた側はどう変わってるかちょっと調べて、どうでしょう、うん、もう全然なんて柔らかいと感じてないですか。同じような感じ、ちょっととりあえず良かった方で終わります。最初柔らかいと感じた方で終わってください、うん、もう一回、あ、もう一回、もう一回、あのこれ固定と呼んでますけども、柔らかいと感じた側で固定します。はい、以上が実際の方法の一つなんですけど、今何をやったかというと、柔らかいと感じたっていうのは青信号、青信号ね、はい、硬いと感じたっていうのは黄色信号、はい、まあ、あの黄色って言ってもいいけど、まあ、とりあえず赤、うん、で柔らかいと感じた側を8秒の4回やりました、うんうんうん、その結果硬いと感じてたことが、うん、方が柔らかくなりました、ね、やってるうちに信号が変わるんだ、うん、ね、と、ま、考えると武田先生みたいにすぐ気がついていただけばいいんだけど、うんうん、一般の方々は、うん、なんで柔らかい方を伸ばして硬い方が柔らかい。だから僕これも腰痛の経験があるもんね。あの先生は分かって、うん、これね分かんないんですよ。あの学術的に言えば相反反射という言葉があります。あの反対側のね、はい、例えば、曲げようと思ったらこっちが緩んでくれる、伸ばそうと思ったらこっちが伸びて、うん、こっちが縮む、うん、で実際にリハビリのテックの中に、PNF ね、あのいうのがありまして、その中にホールドリラックスっていうテクニックがあるんですよ、うん、これはね今私がお伝えしているテクニックと似てるんじゃないかと言われる場合もありますが、全然違います、うん、まあ論理的背景は専門家だったら私が説明しますので、いつでもお問い合わせください。それと もう一つね、相対法って聞いたことありますか。いや、うん、痛くない方に動かしてポンと力を抜いたら痛い方も動くようになる。知ってる、スポーツの時のリハビリで、あの、それも似てるんだけど、あの理論的背景は全然違います、うん、実際も違いますんで、まあ、あのお問い合わせがあったら私の方にご連絡いただけるか、うん、直接言っていただきたいんですけど、まあ、今はそんなことは、置いといて、うん、4回のね8秒を32回1回でやってたね、うん、32秒、うん、はい、これは科学的な数字ではありません。はい、はい、あの、いわゆるまず呼吸が偶数でありたいこと、はあはあ、吸って吐く吸って吐くということで、はあはあ、偶数奇数ではなくて、はあ、なるほど、であとクラスでやるときに、はい、これが出てくるんですよ、はあ、ある A さんは右が痛い、はいはいはい、B さんは左が痛い、はいはい、C さんは両方とも痛い、 D さんは両方とも痛くない、うん、その人たちが10人20人100人と集まったときに、うんうん、私があのそれを指導するとなると、うんうん、偶数じゃないとできないんですよ、はあはあ、つまり
右側が痛い人はこっち4回、はいはい、左側が痛い人は痛くない人は4回、はいはいはい、両方痛くない人は2回ずつ、はいはいはい、ね、はい、で両方痛い人はやらないですね、はいはいはい、からこれも奇数では困るので、なるほど、それとあと筋肉の伸び始める反応期間がだいたい6から8秒ぐらいからじわっと反応し始めるって言われてる。なるほど。ですから一応8秒という偶数、なるほど、うん、それを4回2回ずつというあの手前の都合で決めております。なるほど。だからご自宅でやられる場合は10秒の、6回でも構いません。なるほど、はい、そういうことです。なるほど、はい、それもあ少しこれで伸びたかなぐらいでもいいんですか。はい、あのまあ基本的に何か決めていただくといいですね。あのいわゆる基準の数値だから、まあ一応私のところは8秒の4回。8秒って結構やってると長いですよ。長いですよね。僕ね、あの、うん、あなた知ってからね、8秒やったら8秒って長い、うん、長い。もう3秒ぐらいでやめたくなっちゃう。ああ、筋肉がそういう人はね反応が早いんだと思うんで、やめてもいいと思います。3秒で、じゃあ実践をどうぞ。はい、はい、それでね、もう覚えてほしいのはみんな違っていいと、はいはいはい、いいですか、腰痛体操なんかありません、はいはい、あの肩こり体操、五十肩体操も私の中にはありません、はい、一般社会にあっていいんですよ、はいはい、ね、みんな違います動きが、はい、それとあのこれ多いんですけどね、頭のいい人ほどこれあのできないんですよ、はいはいはい、で私競輪選手のトレーナーしてたって言うんでしょ、はいはいはい、あの彼らねやっぱり動物的な、はい、動物的、すぐ理解する、すぐ理解する、はい、あっという間に自分で体直す。なるほど。ところが知識人、ああまあ知識人はほっといていいですよ。まあ、ほとんど生きてる意味ないし。いやいや、もうこれね、あのいろいろとね、私もこの25年間経験して、頭のいい方ほど理解力が悪いというね、それはちょっとあります。だからみんな、はい、感覚を優先させてください、はいはい、考えるの、はい、あのブルース・リーが言ってました、はい、ね、考えるの、はい、感じろ。それとあとね、立った時の痛みと座った時の痛みは同じものだと考えてはいけません。なるほど。いいですか。なるほど。だから腰痛の時にね、椅子に座って前に反った方が痛いのに、立つと丸めた方が痛いと、なんでだろうとか考えなくていいんです、うん、条件が違いますから、うん、だからその時に痛くない時方向に動いてください。ね、はい、あとはもう昨日も前回も言いましたようにね、多すぎ少なすぎ、止まる、これをやめなさいと、はいはい、で子供はこんなことやらなくていいです、うん、私が言ってるようなことはやらなくていい、もうとにかく、日中にうろうろキョロキョロ、はい、ね、はい、して、ゴロゴロ広いところで寝かしてください、はいはい、あの狭いとこお母さんダメですよ、はい、ベッドとか、うん、あの世のお母さんにお伝えしたいのは、はい、あのベッドっていうのは最悪です、はい、あの枠のついたベッド、はい、すみませんベッドメーカーの方、あのね、子供は広いとこで寝かせないと、はい、くつろぎ反応夜出せないんです、はい、寝癖が出せない。なるほど。でこれで歪みが溜まっちゃうんです。なるほど。すみません、あのベッドメーカーの方考えてちょっと作ってください。なるほど。はい、ということで、まずは笑えるほど簡単な腰痛改善法といきます。はい、はい、本当に笑えるほど簡単です。あの今腰痛をお持ちの方、テレビの前に来ていただいてですね、まあ椅子でもいいし、あのとにかく立ってもいいし、腰痛が一番楽な状態は何なのかをまず調べてください、うん、あね、俺はあの立った方が楽だという方はもう立っておいて、うん、椅子に座った方が楽ですと、はい、あのその方は椅子に、ああ、で寝た方が楽ですという方は寝てください、はい、なるほど。僕はあの腰痛のひどい時は立ってパソコンしてました、うん、立ってね、座るときついから、あ、そういうことはもう立って、うん、やっていいです、うん、そして、寝た時もうつ伏せが楽であればうつ伏せ、うん、仰向けが楽であれば仰向け、うん、横向きが楽であれば横向き、うん、もうとにかく自分が今一番楽な状態にまずポジションを取ってください、はい、そこまではよろしいですね。はい、よろしいです、はい、そうしましたらそのポジション、各自のポジションでまずお腹に手を当てていただいて、はい、ね、そしてお腹の手を後ろに押して丸く腰を丸めます、うん、これ体倒すんじゃなくってなるべくお腹を丸く、はい、でこの時に腰痛がひどくなるかどうかを確認してください。なるほど、はい、今度は腰に手を当てて、うん、これを反ってみてください、うん、でこれでどうなのか、うん、前に
丸めた方が楽なのか、うん、反った方が楽なのか。まあ、の丸めた方が楽。桃子さんは。私ごめんなさい、腰痛がないので。腰痛がない。じゃあ、動きやすさ安くないでもいいです。反った方がいい、丸めた方がいい、こっちの方が楽ですね。楽、はいはい、じゃあ武田先生と桃子さんは逆で、ね、テレビのご覧の方も家族のことはどうでもいいんですよ。 まず自分のことから。自分が前に曲げた方が楽なのか、後ろに曲げた方が楽なのか、これ、いくら奥さんでもお父さんの腰痛は分かりません、うん、どっち側がいいかとかね、あくまでも自分ですよ。じゃあこれをですね、さっきの、8秒の4回やるの？もちろん楽な方やる。もちろんです、もちろんですね。え、はい、柔らかい、痛みがない、楽に動けると言った側を8秒の4回今からやってみてください。 1,2,3,4,5,6,7,8 とやったら1回戻ります、ニュートラルに。で2回目同じ側にぐー 2,2,3,4,5,6,7,8 戻ります。3回目でここで左右差が前後差がなかったわよという人は反対をやってください、うん、そしたら立派な体操になります。あ、なるほど、運動になるね。はい、やってください。でもちろん両方痛い人はやらない、この動きは。いいですか？中にはいるはずです。青信号だけ渡ってくださいね。はい、前も後ろも赤信号の時はもちろん両方渡ってはいけません。いいですか？だから、前後で痛い人は動かないんですよ、ね、やらない。終わりました。8秒の4回で、8秒の4回終わったらひとまず慣れるまでは深呼吸しましょう。というのはね、残存感っていうかね、動いた感覚がまだ残ってるので、次に調べるときよくこう混合しちゃう人がいるんです、一般の方ね。桃子さんのように運動に慣れてる方はすぐ違う。桃子さん2回2回やってましたよ確か今。あ、そうですか。違った、これとこれと。いや、どうかなって、その反応途中でどうかなって。あ、それはダメですね。あ、ダメなんですか。4回やらなきゃすぐ困ったな桃子さん。それが考える人って。あ、考える人ですか。考える人、もう考えちゃうんですよ自分で。考える人の連合ちょっとやってみる。あ、そう、競輪選手なのかダメだよ。そうなんですね、はい、で今終わったら今度は武田先生反ってみてくださいと。うん、反りやすい多分。それはもう僕はもう、うん、もうかなり経験しましたから ね。これ当たり前でしょ、考えたら。丸めた方が楽だったら丸める方に動くわけだから、より反りにくくなるわけですよね、うん、そうすると今までひょっとしたら過剰に反ってた可能性もあるわけじゃないですか、うん、だから動けるがために腰痛になってたっていうこともあるわけですよ、うん、だそれは分かんないですよ、私もね。でそういうことで今からあと2種類やります、はいはい、今度は右側に顔、体を倒していく、うん、でこの腰のところを感じてください。ここね、こっちね。あ、 どこでもいいんですよ。要するにこの辺り、腰痛のある方が対象だから。今度は反対側にずっと倒して、これ硬い柔らかいでも結構です。どちらが柔らかく感じるか硬く感じるかでもいいです。同じ同じ。じゃあ武田先生は体操のつもりで2回ずつ、はいはい、桃子さんはど、うん、こっちの方が柔らかい感じがしますね。桃子さんみたいに運動してる人はもう深くいっていいですよ。ググッとグーッといってです。はい、高田先生みたいなこう腰痛持ちの方あんまりやると、いやもう今腰痛ないの、やってる時にグキッてきたりしますからね。どうでした桃子さん。やっぱりこっちの方がいきますね、うん、ぐっと。じゃあ左に倒すとどこがなんか気になりました、どのあたり。そのあたりね、はいはい、そしたらその真逆のところに意識を置きましょう、はい、つまり左の腰に意識を置いて、はい、左ですよ、はい、で右に倒します。もちろん、伸びる側ですよ。桃子さんがやってるのは今右側が柔らかいと感じてる側。実際に僕は柔らかいとは言ってないんですよ。桃子さんがあくまでも柔らかいと感じた側、動きやすいと感じてる側、よく動く側、そちら側に8秒の4回、はい、ね、武田先生は運動のつもりで左右2回ずつ、はい、サボらないでやっていただきます。で、テレビのご覧の方々もですね、自分の感覚をあくまでも中心にやってください。そして頭で考えてはダメです。感覚の後に考えるのは結構なんですけど、感覚よりも先に俺は右利きだからとか、いつもこんなことをやってるからこっちがいいに違いないとか、そんなことはやめてください、まあ、とにかく今の感覚で動く。はい、よろしいですか。
8秒の4回終わりました。はい、大きく深呼吸。はい、ふわっと。はい、大きく。もう一回いきましょうか。はい。もう武田先生は最初から左右差がないとおっしゃったので、桃子さん、はい、左側に倒した時に右の突っ張り感は消えてますか？はい、そういうことなんです。で、もう一回固定、いい方に戻しておく。はい、これで3次元空間の中の2つ目の運動が終わりました。今度は3つ目。つまり、前後面というのと、左右面、四条面と言いますけどね、あと水平面の動きがあります。水平面の動きね。これがねじれ。ねじれね。うん、で椅子に座ってると腰はねじれないので体をねじります、うん、ね、あの立ってる方は腰ねじってもいいんです。あの立ち上がってやられる方はこのまま腰をねじっても構いません。ただしどっかに支点を作っとかないと違う動きになってしまう可能性があるので左右は均等に動けるような状態にはしてください。よろしいですか、はい、じゃあ椅子に座ってられる方は上半身をねじってみて、まあこの手の持っていき方は統一しておきましょうか。頭の後ろに組んで、はい、で肩の悪い、あ、ごめんなさい、肩の悪い方もいらっしゃるかもしれないんで胸の上に置いておきましょう。そうか、はい、それでこのままですね、なるべく中心軸をぶらさないように右側に振り向いていく。その時の腰の張り具合、硬さ、稼働している範囲、これをよく調べ、あ、感じて、じゃ今度は反対。さあこの時に桃子さん、どちらが硬いと感じるか。確実にこっちが硬いです。硬いと感じてる、はい、それはどこがブレーキかけてるような感じ、うん、肩甲骨から腰にかけて。さすがにあの鋭い、はい、あの専門的な言葉があります、はい、そしたら桃子さんは硬いと感じた側はやらずに柔らかいと感じた右側に、はい、ただしその時のコツは硬いと感じて引っ張ってたところの真反対に意識を持って、そこをしっかり伸ばすよ、はい、つまり柔らかいと感じているところをさらに伸ばしてやると、はい、意識を持って。武田先生はいかがでしょうか、うん、左右差ほとんど同じだけど、はい、わずかこっちかなと思って今こっちやってます。あ、わずかにこっちが硬い、うんうんうん、じゃあまあそれでわずかですか。わずかですね、うん、はい、ほぼ同じだけど、はい、じゃあ桃子さん、はい、やってください。8秒の4回、右にねじるか左にねじるかをしましてね、でこの時に足とか動かしちゃダメですよ、うん、椅子に座ってるだからね、はい、もうその足は固定したままで、ね、で左右が対称の動きになるように、で体の柔らかい人とか今肩に痛みがない人は手をこう頭の後ろで組むと可動域が制限されますから、そういう体の柔らかい人、肩の痛みのない人はそうやってやっていただいていいと思います。さあ桃子さん、8秒の4回終わりました、はい、じゃあ深呼吸も終わりました。はい、じゃあやってみましょう、うん、幾分先ほどより行くようになったと思います、はい、いい答えが出ました、はい、まだちょっとこ出ました。これ8秒の 4回を1セットとしています。で今桃子さんのようにテレビのご覧の方々でですね、ちょっと変わったような気がするけどまだ3割方4割方だなと思ってる方がたくさんいると思います。その方々はもう1セット増やしてみてください、うん、じゃあ桃子さんもう1回いいですか、はい、もう1セット、つまり8秒を8回やることになります。とすると1分以上も柔らかいと感じてる側に動かす。言い方を変えると柔らかいと感じてる側に伸ばすと言えるかもしれません。さあ大変なことになってきました。柔らかい方に1分間も伸ばして、これストレッチング理論崩れちゃいますね。さあ桃子さんが1分以上柔らかい側に動かして、じゃあ硬かった感じはどうなってるかと、もう一回いきますね、今度反対、はい、うん、またさらに先ほどよりは回る感じが、回る感じ、まだもうちょっとやりたい感じはします、まあ、時間のあれもありますので、はい、でもそういう理論でということですね、はい、やってみます、はいはいはい、ということでですね、要するに僕らは、理論編のところで3次元空間に暮らしてると申し上げましたね。ちょっとあの見つからないんですけど、要するに 前と後ろという面の中で腰のポジションが過剰であったり過小であったり停滞していると、そこで小を発症するんですよ。
で、その時にニュートラル化される方に動くと柔らかい、動きやすい、痛みがないっていうような感覚をするようです。どうやら命というのは。ですから素直に自分の感覚に従って、前が曲げやすくて後ろに反りにくいんだったら前に曲げればニュートラル化していくんだと推測してもいいんじゃないかな。つまり、例えば腰痛の人、はいはい、この人が最初に前後、はい、次に左右、はい、次にねじりと、はいはい、この3つの運動をやることによって、はいはい、やりやすい方向に4回かける8、うん、もしくはその倍をやると、はいはい、腰痛が消える。消えるんです。おそれはあの回数、あの程度のね、深さも よりますけど、うん、でも80の人でも消えます。いやもちろん僕はその整骨院の人にやってもらったんだけど、はいはいはい、まあ、15分やったかな、はい、もうそれまでいざり本当痛くて、はい、痛くて運ばれて、はい、フジテレビでみんなに担がれて、うん、あの席に着いたのに、うん、自分で歩いて帰ったんだからね、まあ考えられますよね。例えば神経があります、うん、なんかの上で挟んじゃいました、挟んじゃった、痛い痛い痛い、うん、これ取ればいいだけです、うん、そうそう、うん、こういうことなんで、うん、痛みの感覚を麻痺させるってことじゃないんですよ、うん、ああそうね、痛みを起こしている原因を取り除けば、うん、つまり火元の方をやれば、うん、もうこれは何も問題ないと、そういう、はい、あのすごいことは起こると思います。わかりました、はい、次に腰痛以外は、あ、はい、あ、これはね、どうかちょっとね、うん、まあ、一つの例なんですけど、やりすぎちゃった例です、ね、やりすぎちゃってあのこの方ですね、まあ、顔を隠してね、いいんだと思うけどね、うん、ヨーガの先生30年ぐらいされてで、ヨーガは悪いというんではなくってやりすぎなんですよ。なるほど。先生になっちゃうと、うん、毎日毎日毎日クラス2つぐらい持って1年365日とは言わないまでもやるわけでしょ、うん、やったらこうなっちゃったっていう腰が、はあはあはあ、つまりやりすぎた典型例です。ああ、つまりそのヨーガの体操っていうのはまあ、うん、程度はいいんだけど、はい、やりすぎればやっぱりさっきの壊す、大きいか少ない、おね、少ないかやりすぎる、過剰か、過剰かね、うん、その過剰の方ね、まあ、例ですね、うん、はい。さて、それではですね、次は笑えるほど簡単な、はい、肩痛といって、腱痛といって、肩の痛み、肩の痛み ね、これもですね、最初の腰痛と腰量はもう同じです、はあはあ、ね、これちょっとあ皆さんでやってみましょう。やっぱりあれ、3次元的、3次元的です、あ、はい、単純です、はい、で、まあ、椅子に座ってるのでね、あれですけど、テレビで見てる方で床に座ったりとか立ってやっても全く構いません。ただ左右の動きをするときにはなるべく左右の動きに差がないというか、こうブレないようにしないと、違う動きをして比べてもですね、よくわからない。例えばどういう動きですか。あ、例えば右手を上げるときは首をこっちに向いて、左手を上げるときには首をこうやって傾けるっていうような人がいるんで、あ、なるほど、これトリックモーションと呼んでますけど、要するにね、生命っていうのは今自分のベストを探す、うん、ベストを探す、うん、今度こっちこうやった方がいいからってこうやっちゃう、そうやっちゃうんです、うん、そうするといや同じ左右変わりませんっていう高齢の方に多いんですよこれパターンが。あー、だからなるべく顔はこう条件は同じにしとかないと、そう、条件を同じしとかないといつまでたっても左右差がないということになりますんで、一応顔は貯めといてください。あ、ね、はい、で実際に肩が悪い方ばっかりではないと思いますけど、もしもあなたが肩が悪いとしてですね、右手を上げようとすると痛いと、うん、ね、痛くない人でもこの辺りが硬いか硬くないか、うん、上がりやすさをちょっと調べておいてください、うん、で反対側をこうやっていって、その硬さ制限、それももこさん、はい、どうでしょう。顔まっすぐですよ、目が向こう向いてますよ、はい、はい、まっすぐにしてカメラ目線、うん、右の方がちょっと硬いですかね。あ、桃子さんそんなに、でも言い方を聞いてるとはっきりした差がないんですよね。極端にはないです、はい、じゃあね、桃子さんの方はこうやってもらってです、はい、あえて鍵盤を潰しやすい状態を作りまして、で顔はまっすぐ向いたまま、はい、肘を上がるところまでしっかり上げていく、はい、これで肩の鍵盤詰まります。今度は反対側を上げる、この時はどうですか。うん、そんなに差がないですね。
そう、モンコさん肩はあまりバランスが悪くない。武田先生いかがでしょうか。まあ僕もまあまあだけど、ここはここから痛くない。行かない。行かない。行くけど痛い。痛い。ちょっと痛みが。どのあたりに痛みがありますか。ここってそこ、いやいや、ポイントポイント、ここあポイント、そこですね。はい、じゃあそれを覚えていただいておいて、一回下ろしてください。でその痛みのあったところのポイントと反対側のポイント、はい、これ官能対象点って呼んでますけど、ここに意識をした方がやっぱりね、神経の脊髄神経の関係で効果が高いんですよ。あ、そりゃそうなんだ、うん、これはね、意識はすごくて、うん、日本ボディビルの選手権者の先生が言うね、うん、日体だったけど、はい、この、うん、お腹の筋肉を割るときに、はい、こういう体操をするわけですよ、はい、こう、あ、左右に、うんうん、その時にこうねじるのかな、分かんないけど、はい、その時にここを割るぞと思ってないといくらやっても割れない、うん、あ、なるほど。ところがね、ここを割るぞと思ってやると、うん、なんかそのなんかある一定回数でこう縦に割れてる、はい、だからつまり縦に割るためには縦に割るぞと思ってることが必須だって、はい、もうびっくりしちゃったね。これですね、あの面白い話が出ましたんで、今回はないんですけど、いつかまたあの再び対応ですね。心と体の関係っていうのをやらせていただきたいと思います。非常に面白い。そうで、今のもそうで、意識をここに置くことで、そうイメージとしてはあのバケツが2つあると、天秤にかけて悪い方が重い、こっち側にずっと水を吸うと、うん、バランスが取れて動きやすくなる、うんうん、まあ、そういうイメージで、うん、痛いところと真反対に意識を置いていただいて、だから武田先生はここに意識を置いて、ここを上げる、どういうことだったかな、ギューッと上げる、だからここに意識を置かないと、うんうん、それからもう一つね、腕の筋肉痛を治す時も、はい、痛い時も、はい、筋肉痛を意識した方が治ると。あ、そうですか。いや、うん、そういうこともあると思います、うん、あのちょっと話がずれていい、うん、昔ね、うん、あのおきつねさんがつく、うん、おきつねさんがつく、ね、いわゆる今の言う精神病みたいな、うん、ね、その時にね、うん、冷や水かけたり、うん、煙でうぶしたり、笹、うん、で叩いたりする、うん、万に一つ治ったっていう。なるほど。これはね、今私がお伝えしている逆循環、ああ、つまり命が危険にさらされてるという優先順位が変わっちゃって、ああ、なるほどなるほど、もうその冷たい水をバーッとかけられると大変だと思って、うんうん、体がね、だから知能の方から本能のに、うん、本能に変わってくる、治ったっていうんですよ、万に一つ。だけどね、死ぬ人もいた。あ、なるほど。死ぬぐらいやんなきゃダメ、やんなきゃダメと、うん、でそれでグーッと、これは死ぬほどやらなくていいんですよ。まあ、ただ上げやすい側を8秒の4回意識しながらやればいい。桃子さんはこれ、半分ずつですね、うん、これで差があったんだったら、あのそれでやりやすい、うん、ほとんど差がないですね、ないですね、まあ、これはもう2回ずつでいいです、運動と思ってね、はい、はい、だからまあそのさっき今武田先生がおっしゃってくれた循環の話ですると、楽な側に動かせばいいっていう答えではないんですよ、うん、楽が続けば苦になるから、うん、もう逆に動かさないといけないと、うん、だから本当は循環って言わないといけないんですけどね、うんうん、はい、それでは実際に左側の痛かったと、いやもうあのいつでもなくなる、痛くなくなるんです、なくなるでしょ、なくなる、分かってるでしょ、だからそういうことです。あのね、あの体ってね、単純で、実は僕らがね、あの多分誤解してきたんだと思います、近代に入って、うん、体、あのまだまだ本能的に生きてきた、それこそ縄文時代とかね、そういう時代はこういうことって全て本能的にも気づいてた、うんうん、だから昔の武道の中には反転法というのがあってね、地頭流だったかな、うん、例えば右利きの人がこうやって構えて、ね、うんうん、あの空手の構えしてます、その時に腰を痛めました、反対に構えなさいと教えられるそうな、はあはあ、これ京大のね、ちょっとお名前忘れたんですけど、運動生理学の先生とお話した時に教えてくれた、うん、あ、僕地頭流やってるんだけど、うん、そういうこと言われました、なるほど。あるいはさ、あの冒頭で言いましたようにね、相対法っていう、まあ、あのこれは橋本先生っていう仙台で、お医者さんやってた方が、俺はもう医療の技術ダメだっつって、うん、民間療法に飛び込んで、うん、そしたら生体法っていうのがあった、うんうん、正しい体の法、はいはいはい、でその生体法の人が、はい、なんか痛くないのにボキッとやったら、
あの医者でも治さない中西の手首が一発で治ったと、はあ、大々的に新聞に載ったっていう、はあはあ、それで勉強されだして、それもあのなんかグーッとしてストンと痛くない、うん、でそもそも本能っていうのは当たり前で、痛いことやらないんですよ動物は、うんうん、でそれをいつの頃からか僕らは誤解し始めたのか、うん、そう、これは不思議なんですけど、うん、まあ、要するに肩が痛くない一つ目の運動はまず前後に動かしてみて、ね、で右肩が痛かったら左肩だけ動かしてればいいですっていう話です。次、あの帯が結べない、よく聞く、ね、帯が結べない、これ、ね、ちょっともう一回冒頭で第一回目でお話しさせていただいたんですけど、こうやって自分の組みやすい方をちょっと組んでいただいていいですか。組みやすい、はい、うん、で高田先生は今そっち、こちらは逆やるとなんか落ちる。だって僕これよく分かんない、分かんない、分かんない、ね、どうなる。でこれよく見ると、これはこのまま来たのが帯を結ぶっていう仕草になるでしょ。このこう肩、この肘を曲げたまま真後ろに持ってきましたと、うんうんうん、で五十肩とかなったら、あの結帯動作ができないとか言ってね、結ぶ帯とか言って、この動作できなかったりする。でこれを今自分で組んだ方の上になってる手です ね, ね、はい、これはこのまま上に持っていくと、はい、で下に来てる手は後ろに持っていく、このままこのまま、うん、ただこれだけです。いやこれ治るの、何が治る、治るって言ったらあれですけど、改善解消します。あ、というかね、この腕組みやすさが変わるんですよ。ああなるほど、はい、当然肩の痛みも減っていきます。ギューってやって、ね、やる、これ8秒の4回で、帯を結んだ時に痛いという方はぜひこれをやってみてください。つまり痛い側にやらずに、痛くない側に、つまり後ろに回さずに上に上げる、うん、帯を結ぶ時だけが痛い方はですよ。逆に結髪動作ってこれができない方、ああ髪が結べないと、うん、でもこれはですね、これやっちゃダメなんで、こっちだけ、うんうん、やればいいんです。繰り返しやるんです、うん、でよく あるご質問にね、いやそんなことやってたら痛いところは固まるんじゃないですかと、うん、よくお話があるんですよ、うん、ね、これね、またこれが大きな誤解で、右も左もないんですよと。桃子さんね、武田先生の左の肩甲骨のところちょっと触っていただいてていいですか、はいはい、で武田先生は右の肩ぐるぐる回してもらっていいですか。あ、右の肩、右の肩、こっちね、はい、その時に桃子さんどうですか、うん、動いてるんですか。はいはい、動いてますね。つまり必要最低限は動いてるんです、はい、体っていうのは、うん、だから痛い時にその動きだと痛くな感じないんですよ。あ、なるほど、なるほど。だから逆動かしててもこっちはちゃんと必要なことは動いてる、静止してるわけじゃないと、ね、はい、だから錆びついたりはしません、うん、だから、肩が五十肩、フローズンショルダーとか言うんですよ、うん、はい、あの固まった肩、はい、固まってません、あの動かせないだけなんで、うん、こっちをぐるぐる回してたら動くようになります必ず、うんうん、でただコツとしては前と後ろとね、右と左とねじるというこの3種類の方向性がありますという、ことだけ覚えてて、でももうとにかく右肩2つあるもんだったら右肩が痛ければこっちだけ動かしとけと、うん、まあ、難しいことやらずにこっちが痛いからこっちをしろとかね、そんな難しいことは言えない。首は1つしかないんで、腰もこうやったらこうとかね、うん、こっちが痛かったらこっちってこう同じ首を動かさないといけないんですけども、あの手は2本、手も足も2本ずつあるでしょ、うん、だからとにかくこっちが故障したらこっちだけぐるんぐるん動かしてください。そしたらもうこっちは動くようになります。本当です、これは。まあだけど、はい、なんか太極拳みたいなこんな動きでしょ、うん、こうゆっくり動いたらいいとか、こうやったらいいとか、で腰痛も治るし肩こりも治るしっていうのはちょっとなかなかすぐ信じるのは難しいですね、うん、ですね。だからまあ、いや、あのやってみるのがいいじゃん。やってみたね。でね、私的にはもう 治るというよりも改善、解消っていう言葉を使いたいんですよ。 なるなんかね、あの治るっていうのは、うん、こう辞典で調べたね、第三者の行為みたいなんですよ、はあはあ、あの次元的に。なるほど。で治癒の癒っていうのがあるんですよ、はいはい、あれが主観的に治す、主体的に。だから治癒っていうのは第三者と
その主体とは協力して直す、それを中というと、うん、というらしいです、らしい。だから私的には直すとは言わないんですよ、あの教室でも、ああご自分で改善してくださいという、まあちょっと方法が分かんないとか疑問があってさらにこれを深めたいという人は、うん、長崎県川谷に行ける、それで帰りはカオスのテンボスに寄って遊んで帰る、ちょっといいですか、自己宣伝でしょ、本が出てます、あのあ自然な姿勢の整え方っていう本を持っていてない、ああ私もバカですね、いやだって本出したらみんなが長崎に行く楽しみがなくなるじゃん、あそうですか、そうそういうふうに考えない、あのね、うん、実はね、うん、長崎で僕はやってるんだけど各地で結構勉強してくださってる方が教室を開いてる、そうね、あるいはですね、大阪教室、広島教室あります、うん、でね私はそれでパテント料を取って儲けてるわけではございません、はい、教えてる時によくお金もらった授業料だけもらっただけです、はいはい、ね、これは申し上げておく、はい、あとねスポーツクラブも、はい、関西を拠点とするビッグスポーツっていう個人のスポーツクラブは日本一、ここがね今からね、そうですね、15、6年前に始めてくれてるんですよ、うん、ただ私が宣伝ベタだし、そのスポーツクラブも宣伝ベタ、十数年経つのに未だに皆さんが知らないということでね、そういうところを私のホームページを調べていただいたら分かると思うんで、まあ、長崎に来たい人はどうぞ一緒に風に吹かれながら体操していただいたらいいですけど、長崎まで来る時間ないという方は、まあ、調べていただければ確実にクラスになります、わかりました、はい、はい、今回は実践編を私たちも具体的に動かしてみて体験して体感したということで、はいはいはい、今のはほんの一部なんですよ、そうですね、ほんといっぱいありますから、はい、今回はまあ実践編はここまでということで、はい、そうですね、次回はまた今度応用編ということで移ってまいりますので、はいはい、今日はこの辺で終わらせていただきます、はい、今日も武田先生、片山先生ありがとうございました、どうもありがとうございました、武田邦彦、ギャンブル来さん、笑って暮らして医者知らず、今日はここまでです、それでは次回もお楽しみに、今日もありがとうございました。In my hometown, mother and father, are you all well? Dear old friends, I still miss. I hope they're fine. When it's raining, when it's storming.